さん、こんにちは。しょりちゃんのりみです。今回は化学工作使うんだね。うん、夏休みの、うん、それでバスボム作り、うん、をしましたいと思います、はい。で、じゃあ読むから材料が全部あるかチェックね。はい。重曹、重曹、クエン酸、クエン酸、計量スプーン、計量スプーン、蓋付きボール、蓋付きボール、蜂蜜、蜂蜜、片栗粉、片栗粉、ラップ、ラップ、保存容器、保存容器、ピエチレン手袋、手袋、うん、ゴムベラ、ゴムベラ、シリカゲル、かっこ乾燥剤、乾燥剤、ラッピング用袋やリボン、はい。で、あとね、型を作りたい人はクッキー型で型作りができるということで、一応このクッキー型をセリアで買ったのと、あと色をつけたい場合は粉末食用色素を入れるといいということで、また同じくセリアで見つけた青と黄色の粉末のね、食用色素を買いました、はい。ほぼセリアで揃えた ね。片栗粉もセリアで買ったし、蜂蜜だけちょっとね、うん、普通のお店で買いました、はい。あとラップは家にあったのと、あと手袋も家にあったの。あとはほとんどセリアだよね。あと、うん、お弁当箱はまあ家であったけど、昔セリアで買ったし、多分そのゴムベラもセリアっぽい。うん、ゴムベラもセリアね。だ、ほとんどセリアでね、100均で揃えた感じになったね。はい、じゃあ100均とセリア、じゃあね、一応まあ一応出来上がりとしてはこんな感じ。まあこれを見てりみちゃんが作りたいって言ったのでね、これもまあセリアにあったんだけどね。こんな感じです。まずね、ボウルに重曹とクエン酸を計量スプーンで測って入れる。重曹が大さじ10だって。大さじ10、いっぱい。はい、じゃあ次クエン酸を大さじ3、3、うん、片栗粉と蜂蜜を計量スプーンで測って入れる。じゃあまず片栗粉からかな、さっき。うん。何杯？片栗粉が大さじ2。大さじ2。2入れた。で、蜂蜜が大さじ1だって。いい？うん。わーい。次。次、ゴムベラで蜂蜜を混ぜてから、いい？混ぜて、うん、蜂蜜をちょっとまんべんなく混ぜてから、手袋をはめて手で揉み込むように混ぜるんだって。こんな感じ。こうやって一回混ぜたら手袋をして手でやるんだって。あ、もう手袋した方がいい。手袋、手袋、そうそうそう。え、ゴムベラこれだけ使うの？で、あとは手で揉み込むだって。二つがいいな。二つがいい？はじめはサクサクしててまとまらないけれど、はちみつが馴染んでくると全体がまとまってくるよって書いてある。しっとりしてくればバスボム粉の出来上がり。早っ。こんな感じ、握るとこんなになるぐらい。もうちょっと、もっと混ぜないと。もっとだ。保存容器は別にいらないんだ。保存容器かラッピングどっちかでいい。ラッピングしない人は保存容器に乾燥剤を入れて保存しておくんだって。だけどラッピングする人はそれでいい。ラッピングで。乾燥剤とラッピング。どっちかでいい。気持ちいい。
い方違う。ちょっと使い方違うけど、ちょっと2色作りたいそうなので、2個にね、分けよう。はい、いいわけ。うん。飛ばさないよね。じゃあ使うのはこちらね。これで色をつけます。はい、色つきましたね。うん、青と黄色。青と黄色。はい。じゃあ次の段階いきましょう。はい。次は、ラップに絞って形を作る。クリア。ね、ここでさ、あれかな、うん、クッキー型の人はクッキー型の、クッキー型にするのかな。クッキー型にする。うん。じゃあ、うん、黄色はクッキーにします。クッキー型の型で。うん、こっちにブシュって刺して、え、そうやってやるの？ヘリにはそうやって。あ、そうなの。顔型いい？うん、あ、なった可愛い。可愛い。うまくできるもんだね。ね。じゃあ、どんどん続きをやっていきましょう。ね、可愛い。可愛いね。リミさん、順調でしょうか？はい。結構ね、手間取ってるっぽいですね。はい。一応ね、この型でやったやつは、こんな感じで、こうやったみたいです。なんか盛り上がってんだよね。ね。なんでだろう。ちゃんとやったんだけど。これさ、黄色しか使ってないと思うじゃん？ん？黄色しか使ってないと思うじゃん、ハートの。うん。だけどね、青も使ってる。裏？うん。嘘、うっすら多いの？うん、違う。何？秘密。秘密なのか。あ、わかった。中に合うんだ。そう。中に合うじゃわかんない。だからね、取り出したらね、青見えるかも。うん、あ、なるほどね。はい、もうちょっとね。もう型がなくなっちゃったから、あとはラップで丸める方法だね。はい、ということで、できました。はい、できました。結構時間かかりましたね、ここまでね。うん、はい、じゃあ次は、冷蔵庫で4、5時間、乾燥するそうです。あ、乾燥させるのか。はい、じゃあ冷蔵庫ね、閉まっていきまーす。はい、リミの手も洗わなくちゃ。そうね。よし。よし。はい。ちょっと翌日になっちゃったんですけど、はい、ね、昨日作ったバスボムを冷蔵庫からちょっとね、出したの見てみましたが、はい、ちょっとこれはね、失敗ですね。ね、ママ、お水持ってきて、シュワシュワ。そう、シュワシュワはね、したんだよね。うん、はい、じゃあちょっとね、よいしょ、ちょっとボールが緑で申し訳ないけど、ちょっと入れてみようか。いい？うん。シュワシュワシュワ。ほら、シュワシュワはね、ちゃんとしてバスボムっぽいんだけど、うん、しかもね、黄色になる。そうそうそう、な、ちゃんとね、お湯も、お湯っていうか、まあ、今水だけど、水もね、ちゃんと色がつくよね。うん、はい、いい感じだけど失敗だけど、出来上がったものが、ちょっとね、てかもう作ってる途中からちょっとね、膨らんできちゃって、なんか違うかなって感じだったんだよね。うん、そしたらもっと膨らんで、もっと見て、はみ出してる。ちょっとみ、じゃあ近くで見るとすごいわかると思う。このなんかパンケーキみたいな、なんかお菓子って、パパが帰ってきた時これお菓子って言ってたよね。カップケーキ。危うくパパが食べちゃうとこでしたよ。なんかね、こういうのもね、ちょっと柔らかいんだよね。うん、全然固まってない、うん。何がいけなかったんだろうね。それでね。うん。あのバスボムのね、動画見てた。そう、他のね、作ってる人いっぱいいるから、ちょっとね、動画見てみたら、ちょっと作り方違ったね。うん、どうする、リベンジする？うん、リベンジしたい。うん、じゃあね、またちょっとね、重曹が足りなそうなので、重曹だけちょっと買って、うん、
型もちょっとどうする？なんかシリコンがいいみたいね。うん、じゃあ買ってこよう。シリコンがあるかな。ねえ、これ失敗？残念ながら。ねえ、これ大きいのやってみたい。うん、だってそれだってもう持っていけないでしょ、そんなやわらやわやわなの。だってもう見て、ちょっとカメラでちょっと柔らかさを。やばいよね、もうこれ。ほら。おまんじゅうみたいな柔らかさだよ。いい、くよ。でっかいのいく？いい？いいよ。うわー、すごい。シュワシュワはなるよね、ちゃんとね。すごい。みんな、勢いとかしてください。おー、もうすごい。でっかいのだから、泡が。やばいね。でっかいのだから、ね。で、全然なくなんだよ、まだこれね。ねえ、でっかいから。ね、超冷たい。え、冷たいの？水、超冷たくなっちゃった。あ、お水ね。はい、じゃあね、ちょっとね、リベンジするしかないね、宿題だ。うん、これちょっと提出できないね。パソコンまた作る？じゃあ。うん、作る。じゃあ作りましょう。楽しいな。はい。グミペア、サンジーラおやつだ。